どうも、ゴルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回は、スイングのフォロースルーで腕の回転が不十分で左の肘が引けてしまう根本的な原因、これを皆さんに伝授していきたいと思います。なぜ腕が回転できないのか、これを、ただ単純にですね、 いやあ、体の動きはなかなかできるようになりませんね。ということだけで語ってしまうのは、ちょっと待ってよと言いたいところがありますので、今回はそんなところを皆さんにお伝えして、どうすればこの腕の回転ができるようになるのか、その考え方と練習方法、これを皆さんに伝授していきたいと思います。私、三谷は4000名の方が海洋スクールで普段レッスンさせていただいています。皆さん本当に感謝します。ありがとうございます。そして動画を見てくれている皆さん、腕の回転スムーズになんでいかないんでしょうかでは早速いきたいと思います。 腕の回転が足りないと何が起きるか。そうすると肘が引けちゃう。まあこれはボールをまっすぐ打ちたいという思いから、こんな感じで腕が回転せずに、まあボールが右に飛んでしまうと。こういう結果になってしまうわけですね。そこで腕の回転をしっかりしましょうとなるとですね、まず一番最初に受け入れるべきことがあります。それはボールが左側に行ってしまうかもしれない。絶対とは言いませんし、行かなきゃいけないわけでもありません。 左に行ってしまうかもしれない。そうなってもいいよ。という、その受け入れのスタンス、考え方。これが大事です。腕が回転することによって、クラブフェースが左側、内側に向くことになりますので、内側にフェースが向いていくと、ボールが左側に飛んでしまいますね。これをまず一旦受け入れてください。左側に行ってもいいよ。 ということです。それを無理やり左に絶対打たなきゃいけないとかっていうと、そうするとこんな風にスイングすることが、まあ、たまにありますので、こうなるとちょっと、正しいスイングから外れてしまいますので、そうなっては欲しくないので、左に行ってもいいよっていうレベルが一番いいんです。もしかして腕の回転をした時にまっすぐ行けるかもしれませんので、それはそれでもうバッチリということですが、それが、 まあ、ある意味できてないから悩んでるわけですよね。えー、ですからあ、左に行ってもいいよ。まあ、大抵の場合は左に行くと思います。えー、その左に行って大丈夫だよということからやってみてください。えー、ただこれをお、左に行っちゃ嫌だなとか、ね、左に行くのは、まあ、不本意だなとか、まあ、結局左じゃ嫌なんですけど、というふうになってしまうといけないので、えー、そこで、えー、このクラブヘッドですね。えー、これが、えー、内側から降りてきて、そして外側に向かって振り抜かれるような、 そういうイメージでやっていけば、この左に行くっていうのがまっすぐに戻せます。このクラブヘッドが内側から降りてきて、そして外側に。まあ、結果的に外側に実際に行くことはなく、そのまま内側から内側に振り抜かれる感じになるわけですが、まあ、一旦クラブヘッドが自分から離れていっちゃうような、そういう意識でやってみてほしいんですね。そうすると、クラブヘッドは外側に、すなわち右にボールが行くようなイメージ。クラブフェースは左側に、左側にボールが飛んでしまうようなイメージ。 これがちょうどよく釣り合った時にボールがまっすぐ飛んでいくわけですね。ですからまずできることは腕をまず回す。これが一番シンプルにわかりやすい。この回すことによってボールが左側に行くよ。その左に行くのが嫌だなと思うわけで、最終的には。ですから、その左側に行ったら嫌だなという思いを え、フェースの向きを戻すんではなくて、この回転を取り入れながらも、それを少し極端に言うと、こういう風に外に向かってやっていくということです。そうすることによって、この左に行くことはなく、少しそれが真ん中に、まっすぐの状態に戻ってきてくれます。今言った、こういう風に振り抜くようにっていうのも、実際にこんな風にクラブを動かすことはできません。これ今体の動きが止まっているので、まあ、こうできてるわけですけど、体が回れば、左側に自然になってしまいますので、 それによって、ちょうどよくですね、左右が噛み合ってまっすぐ飛ぶことになります。なので、腕の回転を妨げている最大の理由は、どんな時でも、その必ず自分が今やっていることをした時に、まっすぐボールが飛んでくれるって思っていることがもうすでに妨げになっています。正しいスイングを身につける妨げになっていますので、 えー、そうならないように、えー、まず一つやったらずれます。そしてもう一個やったら戻せます。えー、なので、一、えー、個一個やろうとすると、一旦ずれてもう一回戻ってくるっていう、えー、そういう状態にしかなり得ません。ねえー、例えば、まあ、車運転しててですね、えー、縦の道と横の道しかなければですね、まあ、縦に行ったらね、えーまあ、そのまま一個違う方向にずれるんですけど、その後横に行けば戻れますよね。まあ、横から縦でもいいんです。どっちでもいいんですが、斜めに行く道がもしなければですね、一個一個やるしかないんです。 なので、一旦ずれるだけど戻る。一旦ずれるだけど戻る。これの繰り返しです。ですから、一旦左側にずれて、腕の回転を意識して、左側にボールを打ち抜いて、そしてそれを戻すために、クラブヘッドを外側に、向こう側に打つようなイメージ。こういうイメージです。そしてそれを体の回転をしっかりしながら、最後まで振り抜いてあげれば、 えー、まっすぐボールを打ち抜くことができますので、えー、こういうふうにですね、一つ一つ、こうやろうと思ったら、えー、必ずずれた状態になってしまうというか、まあ、そこを通らずして、えー、その正解の道にたどり着く術がもはやないというわけなんですね。えー、なので、まあ、 全てのことをですね、3つ、4つ、5つのことをですね、同時にパッとできる人がもしいれば、それはもしかして一発でたどり着けるかもしれませんが、まあ基本的にはそんなことができるように、まあ人間の脳みそってのはできてませんし、体もできてませんので、一個一個こうね、習得して、それからこうね、正しい方向に修正していく。一つやって、二つやれば戻ってこれますので、そんな風に上達へのスイングを作っていく。それが大事かなと思います。今回はこの腕の回転がなぜうまくいかないのか。 それにはですね、しっかりとボールの飛びを一回受け入れる、そういう気持ちが大事だよと、とそんなことを皆さんにお伝えさせていただきました。皆さん、少しこれをですね、自分の中でもちゃんとこう理解して解釈して、納得して、こうプレーでね、スイングを作っていく、練習していく、そういうふうにやってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。